こんにちは、佐々木です。本日はメルカリで月5万円稼ぐ方法、利益を上げるには利益の仕組みを理解するしかないですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。この動画ですね、月5万円稼ぐ方法ですね。それをぜひね、紹介させていただきます。こちらですね、大まかにこの3つになります。まずですね、中国商品ですね。これは中国から商品を仕入れて売っていただくようになります。で、次なんですけど、欧米アジアですね。これはですね、アメリカやね、香港、韓国とかね、インドネシア、タイ、いろいろあるんですけど、そちらが商品仕入れてね、売っていただくって形ですね。で、こちら3番ですね。これはですね、ズバリカメラです。国内から商品仕入れるってことですね。で、この中でですね、一番ですね、リスクが低い商品っていうのは、中国輸入ですね。で、これはですね、商品自体はですね、非常に安いので、例えばですね、0.5円とかね、そういった商品もあります。それがですね、例えば国内で日本で売るとですね、5000円、6000円に変わります。なので、初心者の方はね、この中央商品、これをぜひおすすめします。では、その他ですね、メルカリで売っていただければね、もうサクサク売れてきますので、ぜひね、初心者の方はこちらですね、もうおすすめしますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。あと、この2点なんですけど、まず、欧米アジアなんですね。これですね、商品単価一気にですね、上がります。で、大体ですね、高いもので、2万円とか、1万5千、2万円から、30万とかね、もうとにかく高いです。なので、こちらをやるときはですね、リサーチ力を上げてからやっていただければいいかと思います。で、このカメラですね、最後の3番のカメラはですね、まさにですね、値段が高いです。で、安いので3万円ぐらいですね、国内だと。2万円から3万円ですね。見ていただいて、ウェアもう30万、40万、50万とかですね、100万とかもう上限ないです。なので、かなりですね、売れないとハイリスクになってしまいまして、危険です。なので、カメラをね、やるときはね、かなりまずこういったところで力をつけてね、からやっていただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルチマニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からの質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。